パーマ油の問題があるってのは知ってたんですけども、なんか具体的にどこがどうなんだろうってことはあまり知らなかったので。世界の諸問題ってやっぱりこう立場が違えば見え方も違うし、こう多角的に見る視点というのがやっぱり大事なんですけど、みんなで一緒に考えるとそういうところがさらに大事だっていうことがこう分かるので。キャプション目的がすごく明確なので、すごくのめり込んで活用可能な教材になりそうだなと思いました。改めて考えられるあの機会だったので使っていきたいなというふうに思っています。です。この教材はですね、実際に私とボルネオに行った生徒たちが撮った写真が使われています。その高校生の、ね、視点で撮った写真っていうのがすごいいい魅力になるんじゃないかなというふうに思います。これからもパーマ油のことについて生徒と一緒に考えていきたいと思います。